ジミーさん、こんばんは、久保です。今回ですね、花やら龍馬さんの動画をご覧いただきましてありがとうございました。最近ね、私がね、ものすごく応援している YouTuber さんですよね。とても考え方がしっかりしていて、そしてね、何よりもね、人を励ますとかね、そう人を褒めることをよく知っている、それを表現しているってことなんですよ。私ね、深い懸念をしているのが、その YouTube に限らずインターネットの業界っていうのは、人を叩くこととかね、人の足を引っ張ることによって、同じような感情の人が集まりやすいということを利用して稼いでる人が多いってことなんですよ。とにかく叩くんですよ。とにかく人をバカにすると。で、そういうのがアクセスを集める、人気になっている、この風潮は危ないなとずっと思ってたんですよね。まあ、ですので、私のところにもアンチコメントが来るたびに思うんですけども、そのアンチコメントに対して、さらにね、アンチコメントを追っかけていくと、確かに盛り上がりはするんですよ、これは。私もアフィリエイトやってて思うんですけども。ただそれでいいのかなと。そういうふうな人の憎しみをお金に変える、人の苦しみをお金に変えるって、さあ私に続けることができるかなと思ったときに、続けることができなくなったんですよね。まあ、お金にはならなくても、気持ちの良い発信を、自分が、あ、今日もいい動画作れたぞって、言いたいことが言えたぞと、アクセスは減るけども、でもそれでいいんだっていうものをね、ずっと続けることができたらいいなと思ってるんですよね。で、今回ですね、花屋龍馬さんがアクセスを集めるための方法とか、チャンネル登録者数さんを集めるための方法っていうのをお話してますよってことを、私の動画でお話しました。的確にこの方法でっていうのは、実はね、言ってないんですよ。ただ、それを、まあ、匂わせるというかね、私がそういうふうに受け取れるような動画が2本ありましたので、それを送ろうと思います。こちらの2本の動画、まあ、ご覧になってもいいんですけども、要約しますと、小野里はじめさんっていうね、アフィリエイトの世界では有名な人がいます。これ私の昔からの友人なんですけども、彼は人から叩かれることをね、恐れずに、もうさらにね、セールスをずっと頑張ってやってるんですよね。で、今回は、ウォートークンっていう、なんともね、主所、身体不明なアプリの紹介をしていて、それによって利益を上げる人をこう集めているって形があったんですけども、そのウォートークンっていうのは、出始めの頃っていうのはね、多くの方が似たようなことをやってたんですけども、しばらくすると、やる人が減ってったんですよ。状況が悪くなってくると、みんなやめていくんですよね。その中で、花屋龍馬さんだけが、小野里さんがウォートークンの動画をアップロードした瞬間に追いかけるように、自分もウォートークンのことを話していると。そうすると検索の一番上に小野田さんが圧倒的に出るんですけども、2番目に自分が出るんじゃないかなっていう戦略を用いて、それをずっと続けていって、小野田さんが動画を作ったら、その瞬間自分も作るって追いかけ追いかけでやってたんですよね。これすごくいい方法なんですよ。多分私みたいなネットビジネススクールとかを所属してないのにこれを思いつくっていうのはすごいなと思ったんですよね。で、まんまとそれがうまくいって、私が小野田さんの動画をたまに見に行くときに、あれ、この人誰だろうって感じで、花屋龍馬さんの動画に行き着いたと。で、花屋龍馬さんの話していることを見たら、なるほど、これはウォートークンのことはどうこうね、どっちかいい悪いは置いといて、ものすごくいい話の組み立て方といいメッセージを出してるなと思ったんで、これを私の速稼塾の中で紹介して、この花屋龍馬さんとの縁ができたってことなんですよね。で、花屋龍馬さんも私のことをすごくね、好きになってくれて、いい関係が始まったわけなんですけども、さあそこでですね、花屋龍馬さん、まとめて言いますけども、この戦略はすごいんですよ。誰かこのアクセスの強い人に対して、そこに関わりのある動画を出していく。しかもそれがね、今までだったら、例えば N 国党の立花隆さんが動画を上げたら、サーファー隆さんとかね、水谷さんとかエラテンっていうその YouTuber さんが、その叩く動画を作ってアクセスを集めてたんですよ。この N 国党の立花さんのことをケチョンケチョンに言って、揚げ足を取って、とにかくバカにする動画で人を集めていて儲けていたっていうスタイルだったんですけども、それは花屋龍馬さんは名指しはしてないですけども、そういうのは良くないっていうふうな考えをしててね、誰かがやったらそれを応援する動画を作っていこうっていうふうにしたところで、私と共感したわけなんですよね。で、ジミーさんも本当にね、アメ車好きをすごく助けてくれる、いい動画を撮っています。で、ジミーさんのような発信っていうのは、まあ、貴重なんですよね。多分アメ車乗り、トランザム乗りっていうのは、みんなジミーさんを本当にね、先生のように、父親のように、兄貴のように思ってるんではないかなと思うんですよね。まあ、そんな形でございましてね、ちょっと手間を取らせて申し訳ないんですけども、花屋龍馬さんが的確にノウハウを語ってるっていうのはないんですよ。ただ私がこの動画2本にすごくね、ノウハウよりも重要なメッセージが込められてるなと思いましたんで、ちょっと私の動画の中で話してみました。じゃあ今回ね、その2本の動画をちょっと後つけておきますので、ご覧いただければ幸いでございます。それではまたよろしくお願いします。